まれている中身というが、本場国で購入し、現在に至っております。そうそう、この屋台の利用は相当なもので、昭和30年代に縮小を余儀なくされる以前は、現在よりは一回りも二回りも大きく、カラスの屋根が両側に大きく出ます。前方の踊り舞台では、演奏集が華やかな舞を披露し、その利用を誇っていました。現在には手こまいが郷土料理を使用し、当時の雰囲気を醸し出しています。平成の100年を経過し、現在の老朽化が進み、平成14年の相場業を機に大改修を行い、昔の色を彷彿とする屋台として再び登場しました。Thank you.